皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは女性の起業と年代別働き方のすすめ、30代40代50代でやるべきことはということについてお伝えしていきたいと思います。今こちらの動画を見てくださっている方の年代がいくつの方なのかはよくわからないんですが、私の、いろいろ起業開業のことについて、お話をしている動画をよく見てくださっている方のボリュームゾーンが、やはり人生最後っていうわけじゃないんでしょうけども、転機として自立を考える40代の方が多いんですね。で、50でも60でも70でも全然いくつになってもやれる新しいことは始められるっていうふうに私申し上げてますので、何歳の方が見ようとも全然構わないんですけれども、その今生きている世代、ちょっと大きな括り10年括りになりますけど、30代40代50代っていうこの括りでやるべきことを、こういうふうに生きていくといいんじゃないのかなって思っていることを、自分が50歳になった、50代になったところで、改めて噛み締めているっていうことなので、体力的な低下も含めて動き方が変わってくるんですね。10年10年っていう単位で。なのでそれも含めてですね、ちょっと女性の働き方ということについてお伝えしていきたいというふうに思ってます。はい、それではね、問題に入ります。まず女性の起業と年代別の働き方の進めっていうことで、30代からまずねお話をしていきたいと思います。私の30代を振り返った時にはもう一言で言うとバリバリに働くキャリアウーマン時代が、会社員でねガリガリ働いてたのが30代っていう形になりますね。とにかくね一生懸命働いてました。役職もどんどん上になっていくし年収もどんどん上になっていくんですけれども、会社員の中の一つのコマとしての自分っていうことよりも、こう自分が思うビジネスを作ることによって直接的に幸せにできる人に自分のサービスを届けたいっていう思いがだんだん強くなってくる。それは社会を知ったからですね。私20代の前半からもう働いてましたから、かなり年数が経っていたわけですよね。で、後輩の指導に当たったりとかっていうこともあった時に、会社のルールとレールに乗りながら経験をさせていただいたっていうことは感謝はしてるんですけれども、そうじゃないことをやりたい場合っていうのは会社以外の時間でやらない限りはできないわけですよね。そうすると、副業禁止っていうのが一応昔は当たり前のようなルールだったので、2020年以降は副業も OK になっている、緩くなっているっていう時代は来てるんですけど、当時は副業禁止になっているので、それを守らないと、下手すると懲戒解雇みたいな風に、いきなりはそれはね、法律上難しいから官職に追いやってとかっていうやり方とかもいろいろあったようなんですけど、要はそういう時代だったんですよね。なのでその時に自分がやりたいことを見つけてしまったら結局は自分で事業を起こすしかないっていう選択肢で、それで40代になった42歳で起業、独立起業したっていうのが私の経緯なんですね。で、50の今から30歳を振り返った時に、どういう30歳がいいかなって思うと、起業しててもいいんです。独立しててもいいんです。30代ってやっぱり体力もあるし気力もみなぎってるんですよ。年齢上になったら気力がみなぎらないってことじゃないですよ。やっぱね、体力があるっていうだけでもかなりのことをチャレンジしたりとかいろんなことができるんですね。そうすると30代を位置づけすると一言で表すとどういう30代がいいかっていうと鍛錬です。自分を鍛えるし学ぶ30代がおすすめ。これが会社員であろうと自営であろうと何でもいいです。で、学びっていう言葉、鍛錬、学びっていう言葉はいろんな意味が入ってます。会社における例えば仕事を工夫するとか、もちろん昇級していくっていうこともありだと思うし、会社の中の社内コミュニケーションを上手に取るということで人間力をアップするっていうのも必要だし、あと趣味ですね。自分の趣味とかも充実させながら
会社だけではない人生も持っておくっていう、まあ私30になって写真を始めたんですけれども、そういうこういろいろなことにチャレンジ、貪欲に学び吸収する、人間関係も、スキルもいろいろなものをとにかく吸収する吸収する、体力の続く限りチャレンジがねすごくしやすい年代なんで、30歳ってそういう 年代でいいかなと思ってるんですよね。でお子さん産んでる方と産んでない方っていうので違いが出るかもしれないですけど、お子さん産んでる方っていうのは子育てとの両立っていうのも非常に大きな課題になってくるところだと思うので、まさに体力がないとなかなか厳しいなっていう、まあ、そういう状態になっていくイメージはありますよね。ですから30代っていうのは鍛錬っていうふうに言ったのは、自分を鍛える、自分を磨く、そういう10年にしていくといいなというふうに思っていて、いろんなことにチャレンジしてみていただけたらなと思っているのが30代です。はい、じゃあ2つ目、次40代です。40代になってくると、まあ、会社員を辞めて独立起業するかどうかを非常に迷うし、私自身も42で独立したのと同様に、独立したくなるようなこう自分も力もついてくるし、やってみたい仕事があるなと思う、チャレンジをしたい気持ちがある時代が40代だと思うんですよ。まあ40なのか49なのかで9年の開きは出ちゃうんですけど、40代っていうのは自分が30代でいっぱい学んできたことをさらに熟成させて深めていくっていうのが40代のテーマかなというふうに思っていて、まあ、40代のテーマを一言で言うと熟成ということになります。で、私自身の40代は、まあ、実際に学んできた会社員人生20年をかけて学んできたことを独立開業の時に全て惜しみなく投下し、それを生かしてまた新しいものを構築して、さらにそれを発展したものを作り上げていくっていうのが40代だったんですね。だからまあワインとかね、そういうのが熟成するとさらに美味しくなるっていうのがあるじゃないですか。なのでその熟成期間に使うのがおすすめなのが40代です。だから独立企業転職とかそのあたり体力的なものも考えてですね、まあ、若干お子さんの手が離れつつある、幼児の頃ほどは手がかかってないはずなんですよね。そういう感覚から言うとチャレンジができる気力体力ともに、まあ伴っている、まあ、一つの大きなチャンスだなっていうのが40代なんで、独立企業開業するんであれば40代がおすすめかなというふうに思ってます。なので40代は今まで学んできたことを一つ自分の集大成のような形にするっていうのが40代っていうイメージで考えていただけるといいかなというふうに思ってます。で、次に50代です。3番目ね、50代、今私も突入してるんですが、これ50代をどう過ごすかっていうのは、実は私30代の時から決めていて、30代が鍛錬、知識吸収、40代がそれを一つの形にする集大成、熟成で、50代は若い世代の伝承です。はい、まあ、だからコンサル業やってるっていうのはあるんですけどね。知識熟成されていろいろとこう作り上げた世界観がありますよね。で、50で確かに人生今長くはなってますけれども、まあ、大体寿命から言うと折り返し地点超えたかなみたいな感じにはなっていきますよね。100年って言われてますけど、100年超元気で過ごせるっていう確率はそこそこ低いですよね。そうすると現役バリバリが大体20年から30年って考えると、まあ折り返し地点にはやっぱ入ってきてるわけですよね。そうすると50代でするべきことっていうのは若い世代への伝承とか継承なんですね。で、私は開業したい人たちの夢を叶えるために、まあ、女性の経済的自由、精神的自由を勝ち取るために、まあ、必要な稼ぐ力ですね、これをお伝えしているっていうのが私のミッションになっているので、これはライフワークとして当然続けていくんですけれども、自分ではそんなに自覚はしてないんですけれども、やっぱり30、40、50って体力は落ちてってるのは間違いないんですよ。身体能力として、
気力は反比例するぐらい元気なんですけどね。なのでできることとできないことがだんだん出てくる。で、私はまだそこまで目が悪くはなってないんですけど、やっぱり近視進む、老眼進むとか言うと文字が読みにくくなる。あとパソコンとか作業をしていて長時間やってると目が疲れて見れなくなる、パソコン打ってて腱鞘炎になるとか、肉体的にやっぱりきつくなってくる。でよく、レッスンを立ちっぱなしで3回転できてた先生もできなくなっちゃったりとかするわけですよね。はい。サイレンの音がすいません、ちょっとうるさくて、はい。なので体力の衰えと伝承継承と、あと自分の残りのライフスタイルをどう考えるかっていうのは、まあ、結構必要になってくる内容なんですね。すいません、なんか急にね、救急車とか来てしまう時とかねあります。今日なかなか騒がしい感じですね。ちょっと落ち着くまで待とうか、一時停止するかちょっと迷うところでしたけれどもね。はい。多分ですね、その50代っていう年齢はその折り返しであるっていうことと伝承であるっていうことを考えた時に選ぶ仕事とやり方が変わってきます。今までは自分が現役でガツガツやればよかったっていうのを人に教える、だから、教室の先生が先生になりたい人に教えるとか、そういうことが出てくるのが大体50代過ぎからになってくるので、その知識を緩やかに、欲しがる人にやはり渡していく、受け渡していくっていうことが必要になるのが50代じゃないかなっていうふうに思っているんですよね。だから伝承とかね、言うとそういう大げさに聞こえるかもしれないんですけど、要は一応まあ50年生きてきたっていう経験があるわけですよね。30代の人よりは経験してるわけじゃないですか。でその差の分はお伝えすることができると思うし、その知恵によってこれから未来を作っていこうという人が幸せになるのだったら、それはもう惜しみなく下ろしていくっていうのがやっぱり正解かなっていうふうには思っているんですよね。ですから私は私が生きてきた成り木なしは、例えばそれが人を感動させるというもの、それが例えばまあこういったお話をするというマインド的なメンタル的なものを鍛えるっていうお話をするっていうのももちろん一つですし、あとは例えば文章を書く、本を書くっていうことで形に残して伝えていくっていうのも一つですし、あと私音楽写真とかもやってますから、そういうアートとか芸術とか言葉を持たないもので、まあ、伝えていくっていうことで自分が何をしていくかっていうのを、まあ、伝えていくっていうのも今日はよく当たりますね。はい、そういうね感じのことも必要になってくるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。ですから50代は伝承の10年間だと思うと、まあ、自分の体力の低下と合わせて、まあ、どういうふうに過ごしていったらいいのかっていうのも合わせてね考えていけるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。ですから今なんとなくこう自分がねやるべきことが見えないなとかいう感じで過ごしている方は、まあ、その年代でやるべきことの目標を考えてみるっていうのも一つのアイデアかもしれないので、今日はそんなお話を伝えてみました。はい、ということで本日のまとめです。女性の企業と年代別働き方のすすめ、30代40代50代でやるべきことはということについてお話をしました。まず30代は鍛錬です。自分が吸収し自分を磨いていくということ。40代は熟成、学んだものを、次の世代にどの道渡していかなくてはいけないので、それを熟成させてより素晴らしいものに発展させて、集大成を作っていくこと、これが大体40代やることで、50代は伝承、まあ、50からその後もずっとですけどね、学んできてある一つの形になったものを譲り渡し受け渡し受け継いでいくという形を作っていくことが、まあ、50代がやるべきことなんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ぜひそんな、ね、観点からもご自身のライフスタイル
生き方、人生というものを考えてみたらいいんじゃないかなと思います。それでは。